皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日は大人気企画、はい、チョーカーレポートでございます。おー、そうですね。本日はオリジナルメーカー公演第2弾ということで、うんうん、そうですね、はいはい、我々の中では大人気チョーカーレポートでございます、うん、そうですね。前回いつオリジナルメーカーの公演はい、確か11月ぐらいで、はい、まあ、寒くなり始めた時期だったんですけど、そうですね、撮影に来た日はまだちょっと暖かくて、水温もちょっと高かったんですよね。そうでしたね、うん、まあ、秋から冬にかけてというシーズンだったと思うんですけれども、うん、今日はですね4月の18日ということで、うん、まあ、初夏、今回は春から夏に向けて、はい、実際こちらの海釣り公園で何が釣れるのか、そうですね、しっかりレポートしていきたいと思いますし、楽しみですよね。ゴールデンウィーク前に行く予定ですので、うん、そうですね、ぜひお子様を連れて釣りに行くお父さん、うん、参考にしていただきたいと思いますね。そうですね、どんな魚が釣れるのかとか ね、うん、どんな仕掛けを持ってったらいいのか、そういったところで、うん、レポートしていきたいと思いますので、そうですね、お父さんポイントアップということで楽しいと思いますので、うん、ぜひご覧になっていただきたいと思います。そうですね、それでは早速、はい、レポートしていきましょう。はい、行きます。ちょっとちょうどお帰りになる方、そう、すごいすごい。こちらはシリアケイカです。シリアケイ カ、はい、すごいですね。これイカ狙いで今日は、いや、シーバスを狙っていて、はい、でたまたまかかったって感じです。すごいですね。初めて見ました、こんなん釣ってる。これお料理される感じで、そうです、刺身で食べたいと思います。いいですね、いいですね、美味しそうですよね。すごいですよ。え、かかった時ってシーバスかなぐらいの引きだったんですか。いや、全然もう海藻かかったかなぐらいで引き上げたらまさかのイカでって感じで、重いって感じです。そうそう、重くて全然引かなくて。嬉しいですよね、これ上がってきたら。すごい珍しいですね。今は初めて見ました。イカ自体初めて。ああ、そうですか、はい、でもこれ早く食べたいですね。早く食べたいですね。そうそうですよね、はい、ちょっと我々に構ってるよりも、ね、いち早く帰ってっていうところですよね。イカ以外には何か釣れましたか、はい、よく来られますか。ここ初めてなんですよ。あ、そうなんですか。そうですか。いや、本当お疲れ様です。すごい、ありがとうございます。お疲れ様です。見させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。これは魚だけというか、そうですか。そうです、カレー。あー、カレー、はい、すごい立派ですね。たまたま何狙いで。いや、まあ、なんか釣れればいいかなみたいな。あ、そうなんですね。そうそうそう、こちらよく来られる。あ、そうですね、先週も来て。あ、はい、先週何釣られました。先週はこの城。あ、この城。すいません、突然。あ、いいえ、ありがとうございます。今日はどうでしょう、何か釣れましたか。サエリ一つね。サエリさんが、はい、見せていただくことっていい。そのリグに入って。あ、ありがとうございます。ちょっとよろしいですか、拝見させてもらって。はいはい、どうぞどうぞ。うわ、大きい。でもサイズ的にも今のね、このサイズいいですね、方ね。いいですね。狙いは今日はお父さん何。カレーとね、サイズをね。あ、希望通りの1匹来たんですね。そうですね、今1匹来たから、まあまあ、この時期はどういった魚が釣れるんですか。カレーとかね、落とし込みあればクロダイが出たりね。クロダイしますけどもね。今カレーは結構旬というか、まあちょっと遅いんじゃないかと思うけどね。あ、遅い時期ですか。今日はどんな仕掛けで。カレーは普通のカレーの仕掛けだけど、サヨリはね、特殊な、この市原ピリクルの特殊な仕掛けですね。あ、こういう仕掛けで釣るんですよ。あ、なるほど。そこが餌の入れるところですね。入れるところで、これが餌ですね、はい、こっちはコマセ。コマセ。これ餌は何使われてるんですか。これは青磯の小さいですね。はい、これお父さん手作りですか、この仕掛け。この仕掛けは手作りでね、市原これがね、割合といいんですよ。はあ、ここでは投げてやるのにこれを使いますよね。ああ、なるほどね。この場所によって違いがあるけどね、これはこれで、ね、こう投げるとこの中に重りがいつも入ってるからね、はいはい、遠くに飛ぶんですよ。それでね、はい、引っ張ってくるとこの波が立つから、はいはい、その波にサイルが寄ってくるんでね。あ、まあ、ちょっと今時期はね、サイルの時期じゃないんで、はい、だからこう遠くに飛ばす仕掛けですね。はい、でこれでこう引っ張ってくるとね、うんうん、波を受けて愛に立つから、それにサイルがね寄ってくるんですか。寄ってくるっていうかね。はー、ちょっとルアーっぽい釣り方ですかね。そうですね。ちょっとよく来られるんですか。ここのところ来なかったけどね、久々に暖くなってきたからね。そうですね。もう年寄りはダメですよ、寒い時。いや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 、お父さんまだまだお元気そうですね。あとはこれカレーのね、
あ、カレーの仕掛け。カレーの仕掛けで、カレーは放り込んでおくだけだから。ああ、なるほど。サイルはこうやって移動させてね、はい、波立たせて、その波にサイルが寄ってくる、うん、釣り方ですね。なるほど。ここ市原の独特の釣り方ですよ、これ。あ、ね、そういうことなんですね。いや、ぜひね、これサイリー狙いの方参考に。そうですね、お父さんのこれちょっと写真も撮らせてもらってね。そうですね、でもお父さんの技術を盗んじゃうみたいな感じ。頑張らないですよ、頑張らないですよ。さすがですね。すいません、ありがとうございます。引き続き頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。本日の釣果はいかがでしょうか。わこの中に、あ、ちょっと見させていただいていいですか。一匹だけなんですけど、大きいですね、これ。なんていうんですか。あ、整合です。整合、はい。あ、なんか目がクリッとしててすごいですね。今日整合狙いだったんですか。もうちょっと大きめの、ええ、まあ、同じ種類なんですけど、うん、シーバスっていう。シーバス、はい、狙いで今日はちっちゃかったんですけど、狙いで良かったです。そうですよね。仕掛けはルアーの VJ っていうルアーを使わせていただきました。はい、これで釣れたわけですね。あ、そうです。整合は料理にして食べる感じですか。そうですね、料理にしてムニエルとかにして食べたり。あ、ムニエル、はい、あ、美味しそうですね。時期なんでしょうか、やっぱり整合。そうですね、連れてきてる時期だとは思いますね。あ、はい、ですね。こちらの施設はよく来られますか。最近はもう週に1回。週1回。整合以外とかだとどんな魚なんですか。クロダイとか、はい、あとはサビキだとアジとかですね。アジ、はい、美味しいですもんね。そうですね。わかりました。すいません、突然ありがとうございます。ありがとうございました。今日は何狙いで、来て。今日はこの白いですね。この白です。はい。ちなみに仕掛けはどんな仕掛けを使って。一応、はい、サビキですね。あ、サビキで、はいはい、あと普通の浮き釣りやってますけど。あ、はい、2本入れてやってる感じですね。やっぱりこの結構痩せてるらしいですけどね、産卵が終わって。あ、産卵、まあ、それでも暖かくなってきたんで、うん、自分がその疲れちゃうんで。そうですよね。わかりました。すいません、では引き続き頑張ってください。はい、突然ありがとうございます。あ、もう当たりで分かっちゃいますか。何ですかね。この白、この白、これは いらないやつですか。いらないやつなんですか。あ、お父さん、すみません、ちょっとだけ動画って映してもいいですか。はい、ありがとうございます。すごいですね、お父さん。この白今日狙ってないからいらない感じですか。今日もじゃない、今日もだけど、いつも、いつも。今日ちなみに何、ね、何狙いで。今日お父さん、もう、ね、いらないやつなんですね。何狙いで。アジです。アジ。あ、やっぱりアジは美味しいですね。何にでもなるね。何にでもなりますからね、うん、今晩のおかずですね。そう、まだいないんだよね。あ、もうアジ以外はもう全部じゃあもうリリースと。アジですから基本もコマセですもんね。もう当たりだけでアジじゃない、違うって言ってましたね。分かる、分かる、分かるもんですね。大体分かってます。大体分かりますと。職人。よく来られるんですか、こちらは。年に6、7回かな。年に6、7回。6、7回。アジの季節、アジの季節に、実にアジを狙っていくと。そうですね、食べたいものを釣るっていうか、釣れた時が面白いよね。あ、アジも、アジの引きが面白い。あ、ビュンビュン来ますから、うん、後ろの引きじゃつまんないです。つまんない、ね。いらないですよね。じゃあつんと来るだけだから、ね。そうですよね。アジはちっちゃくてもね、暴れてくれるからね。あ、そうですよね。やっぱりもう結構ついつい 2,3 匹かかってくることなんかありますもんね。あるけど、なかなかそれはないね。ないですね、ここではね。あ、六本針に一匹かかってくれればいい。わかりました。はい、ちょっと引き続き、はい、頑張ってください。はい、はいはい、今日は何を狙いで。別に決まった魚じゃないんですけど、ただ楽しむだけで。あ、いいですね。はい、よくオリジナルメーカーがそこにいらっしゃるんですか。いや、今回初めてです。初めてですか。今日の釣果は。今日の釣果は1匹です。フグ1匹ですか。フグもじゃあさよならしちゃった。フグもさよなら。ここのフグはちょっと大きいね。どのぐらいでしたっけ。20センチ弱。あ、大きい。じゃあギワギワっときちゃった。ギワギワっときました。それがもう楽しみです。楽しみ。はい、お父さん、あのちょっとあの話変わるんですけど、芸能人みたいにイケメンですよね。そんなことないやろ。ありがとう。いや本当に。今日はもう朝一から。
朝一から一発目で僕は釣れて、ああ最先端です。あとはダメです。タクシー頑張ってください。あ、はいはい、すいません、ありがとうございました。ということで、ちょっとお魚だけということで、どんなお魚を釣りましたか。大きいですね。とイワシ、あ、いいですね。はい、ありがとうございます。ちょっと今日曇天でコンディションが悪いというところもあって、うん、釣りされてる方が少し少なかったので、ね、うん、オリジナルメーカー海釣り公園の方にですね、うん、この時期また初夏にかけてどんな魚が釣れるのか教えていただきたいと思います、うん、ね、貴重な情報だね、はい、それはよろしくお願いします、はい。そうですね、やっとね暖かくなってきて、うん、はい、まあ、いろんなものが釣れ始めたタイミングなんで、うん、まあ、これからですと、まあ、サビキ釣りでサビキアジとかアジイワシ、イワシ、うん、このシロ、はい、そういうものがサビキ釣りでは釣れ始めたところですかね。あ、なるほどですね、うん、で、あとはここは養老川の河口ということもあって、はい、シーバスが結構 ね、 シーバスですね、ルアーでやられてる方が結構シーバスを上げてたりもします、うん、どうしてもルアーだと、うん、朝マズメ夕マズメの時が多いんでね、日中はなかなか難しいかも分かんないですね。なるほどですね、あともう少しね濁りとか入ってるとね、黒鯛なんかも結構上がりますね、うん、なるほど、あ、じゃあ雨上がりとかに来た方がいい。そうですね、ここ河口なんでね、川から濁りが入ると結構黒鯛なんかも、あ、来る感じですね、はい、春はそんな感じですけど、あとはもう少し経つとトサエビなんかも釣り始めると思います、うん、じゃあ今おっしゃられた魚ゴールデンウィークぐらいまで釣れてくる感じで見といていいですね。これからもどんどん良くなる方向にはなると思います。あ、そうですか。今年やっぱ天候不順でね、水温がなかなか上がらなかったんで、はい、やっとね先週ぐらいから少し水温も上がってきたので、なるほど、これからいいと思います、はい、ゴールデンウィークやっぱり混みますよね。そうですね、やっぱゴールデンウィークはね、子さん釣りの方がね結構いらっしゃるんで、朝の段階で入場規制かかることが多いですね。そうですね、皆さん朝一来た方がいいですよ。早く来た方がいいですね。要注意ですね。要注意です。はい、はい、貴重な情報ありがとうございました。また遊びに来させていただきます、はい、いやー、いろんな方がいらっしゃいましたね。そう、あのダンディーのお父さん、はい、かっこよかったね、イケメンで。かっこよすぎですよ。また女性同士のお友達とか、お友達ね、本当に皆さんね楽しそうにやられてるん で、まあ、ただ今日風が強くて曇天だったですからね、うん、ちょっとコンディションが悪すぎたかな、うん、かもしれないですね。すごかったですね、種類が。イカ、カレイ、カレイ、セイゴ、セイゴ、このシロ、アジ、イワシ、イワシ、サヨリ、サヨリですかね。7種類、7種類、ほぼ五目釣りみたいな感じで今の時期、楽しめますよね。アジ1本のお父さんもいましたもんね、フグも釣れたんですね。フグも釣れたって言ったね、だからもう計8種類、8種類、うん、もうすごいですね。楽しいね、こんだけ違う種類釣れる、黒鯛なんかも入ってきてるっていう、黒鯛も入ってきてるんですよ、なんか春先もやっぱり面白いじゃない。本当ですね、うん、2本竿を出してる方いらっしゃるんですね。1本はカレー狙いの沖竿、うん、でもう1本はサビキで回遊魚を狙うと、うん、効率的な釣りをしてますよね。そうですね、カレー釣ってた方も1匹でしたけど嬉しそうでしたもん。あのカレー釣れたら嬉しいよ。太かったですからね、パンパンでしたね。ちょっとまた釣りたいよ。いや、自分たちですよね。でも回らないんですよ、自分たちです残念ながら。それはそうだね、残念ながら。ということで今回、まあ、ちょっとコンディション悪かったですけど、うん、オリジナルメーカー海釣り公園からレポートさせていただいたんですが、また来たいですし、うん、他の海釣り施設公園含めて、うん、今後もレポートしていきたいと思いますので。そうだね、はい、うん、ちょっと今度は竿を持ってきましょうかね。動画関係ないですね、持ってきてもいいかなとは思うけどね、うん、そうですね、うん、釣りしながらチョコレポートすればいいんじゃないのって俺思っちゃったけど、あ、ダメなのか、ダメなのか、ダメだと思う、ね、望んでないんです。それは望まれてないですね。そうか、そうか、はい、ゴールデンウィークのお父さんぜひ参考にしていただけたらと思います、うん、いろんなお魚釣れますから、はい、楽しいです。じゃあそれではご挨拶させていただきましょう、はい、それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。